すごく出てきちゃった。綾瀬がそんな風に言って見つめてくるものだから、俺は恥ずかしくて真っ赤になる。だが俺はそれでも口を開いた。悪いんだけど、拭いて綺麗にしてもらっていい？もちろんです。綾瀬はそう言って、俺に手を伸ばし。実は昨日、母に手を挙げられて。俺は大沢博士。現在25歳の社会保険労務士だ。今俺は、とある弁護士事務所に勤務している。ただ、実を言うと、今の事務所から移りたいと思っていた。なぜなら、事務所の所長こと鈴鹿さんが距離感を間違えているからだ。ねえ、今度の週末映画を見に行かない？すみません。その日は予定があって。前もそんな風に言って付き合ってくれなかったじゃない。鈴鹿さんは高学歴のお嬢様かつ美人。同僚は結婚すれば逆玉の腰だぜ、なんて言うが、俺はとても彼女のことを好きにはなれない。だが、邪険にするわけにもいかず。ただ、転職するにしても先にやることがある。今住んでいるマンションをきれいにしなければ、始まるものも始まらない。俺は昔から片付けがどうにも苦手で、部屋がいわゆるゴミ屋敷状態なのだ。別に誰か呼ぶわけでもないしな。俺はそんな風に考えていたが、ある日きれいにする必要が出てきた。実家に住む母親から久しぶりに行くと連絡があったのだ。今度久しぶりに遊びに行くからね。電話でこう言われた俺はパニック状態に陥る。だから、いいよ別に、どうせ会うなら俺の方から行くから、とうまく流そうとする。またまたそんなこと言って、どうせ部屋が汚いままなんでしょ？それなら行って私が掃除しないといけないわね。母はすべてお見通しだった。シングルマザーとして、俺のことを育て上げてくれた母には本当に頭が上がらない。今は再婚して余裕のある生活を送っているが、それまではたくさんの苦労を味わってきた。そういう経緯があるから、俺は母を尊敬している一方、本当に頭が上がらない。俺は悩みに悩んだ末、家政婦サービスの派遣を申し込んだ。料金プラン次第だが、場合によっては丸一日使って家中を大掃除してくれるという。正直、大掃除をお願いしたい気分だったが、ひとまず俺はお試しプランをリクエストする。1時間コースというやつだ。次の週末、早速家政婦さんが派遣されてきた。すごい美人だ。俺はドアを開くなり、本心からそう思ってしまった。綾瀬と申します。何卒よろしくお願いいたします。彼女は自己紹介する。直後俺はこの人物と昔顔を合わせたことがあると思い出す。遡ること3年前。まだ俺が大学4年生の頃、大学でオープンキャンパスが開かれていた。その時俺は説明者の一人としてステージに立った。家が貧しかったせいで、俺は学費を全額免除される特別小学生として進学していた。その枠は毎年一枠だけという非常に厳しいもの。俺が壇上で
特別小学生について説明し終わった後、綾瀬は俺に近づいてきた。そして、今日はとてもいいお話を聞けました。ありがとうございます、と頭を下げた。セーラー服姿の彼女はとても可愛かったのを今でも覚えている。よかった。俺も頑張った甲斐があったよ。君も特別小学生の枠を目指しているの？はい。家が母子家庭、経済的に厳しい。いろいろと話を聞いた結果、綾瀬と俺の家の境遇は酷似していることが明らかになった。だから俺は心の底から彼女を応援したいと思った。そっか。今度うちの大学で体験授業があるんだけど、そこで教授たちにアピールするのもありだと思う。わかりました。ありがとうございます。この後も綾瀬は体験授業に何度も参加していた。その姿勢は熱心かつ一生懸命だったから、俺はいつも彼女を見守っていたと思う。今思えば、それは淡い恋心だったのかもしれない。大学を卒業するとき、次の小学生は綾瀬だと教授たちが教えてくれたときは本当に嬉しかった。それでも内心でもう会うことはないだろうと諦めてもいた。しかし、今この瞬間、綾瀬は俺の目の前にいる。まさかこんな形で再会するとは思わなかった。だが、本来なら彼女はまだ大学3年生のはず。どうして家政婦サービスの仕事を？授業のない日にアルバイトをしているのか？いくつもの疑問を俺は感じてしまった。だが綾瀬も俺が何者かに気づいて視線をそらす。どこを掃除しますか？業務的に尋ねられた俺は、ひとまず玄関と廊下を掃除してもらうことに。すると綾瀬は慣れた手つきで掃除し始めた。そして1時間が経過し、玄関と廊下はそれこそ磨いたような輝きを取り戻していた。まさにプロの仕事である。ただ仕事が終わるなり、綾瀬は業務上の諸々だけを話して足早に帰ってしまう。俺は綾瀬としっかり話がしたかった。だからサービス会社に翌週も彼女に来てもらえないかとリクエストする。しかも今度は一日使うロングコースとして。断られるかもしれない。俺は内心覚悟したが、綾瀬はそれを了承してくれた。完全に嫌われたわけではないようだ。期待と不安を感じながら次の週末がやってきた。しかしやってきた綾瀬の方は真っ赤に腫れ上がり、今にも泣き出しそうな顔をしている。一体どうしたんだ？俺が困惑しながらも問いかけると、綾瀬はうつむきながら口を開いた。先輩、私のことを覚えてるんですか？当たり前だろ。大学を出た後もずっと何しているか心配だったんだから。先輩。込み入った事情がありそうだ。俺は落ち着いて話す必要があると思い、彼女をリビングに通す。そして綾瀬は俺が入れたお茶を前に、これまで一体何があったかと教えてくれた。実は昨日、母に手を挙げられて。え？お母さんが？綾瀬は、はい、とうなずく。私の母親は毒親で、結局
大学も母から反対されて進学できなかったんです。そんな、せっかく特別小学生枠になれたのに。母は学費免除なら大学は許すと言ってくれました。だから必死で勉強したのに、やっぱり母は私の幸せが許せないみたいで。綾瀬は大学進学を諦めた今は家政婦と他のバイトを掛け持ちして生活していますと苦々しく語った。そっか、お母さんとは今も一緒に暮らしてるの？母が機嫌の悪い時や男を連れ込む時に私を追い出すんですよ。だから一年の半分以上は漫画喫茶で寝泊まりしています。綾瀬は深々とため息をついた。俺はただただ絶句するしかなかった。ここまで壮絶な人生を送っている人間が世の中にいるとは思わなかった。漫画喫茶に泊まってばかり。それではどれだけ頑張って働いても貯金は難しい。とても見ていられない俺はこんな提案をした。もしよかったらここに住まないか？え？もちろん部屋は用意するし家賃も必要ない。狭いマンションだけど、それでも漫画喫茶で寝泊まりするよりはマシだと思う。綾瀬は困惑しながら、だけどそれじゃあ先輩にご迷惑がと一言。じゃあ交換条件として家事をやってくれるかな？もちろん仕事が忙しい日は無理しなくていいから。とっさに出てしまった言葉、正直これはないだろうと俺は後悔してしまう。3年ぶりに会った男から一緒に住もうと言われる。そんなことを言われたらドン引きどころか警察を呼ばれてもおかしくない。本当にありがとうございます。しかし綾瀬は笑顔で快諾してくれた。とんでもない、お礼を言うのはこっちだよ。じゃあ早速お掃除頑張りますね。ようやく笑顔を取り戻した綾瀬はキッチンに向かう。最後に掃除したのは一体いつだったか。それくらいキッチンは散らかっている。真っ黒に汚れた換気扇は特にひどいありさま。あ、出てきちゃった。換気扇のカバーを外したところ、早速ドロッとした油が滴り落ちる。じっと見つめてきた綾瀬に対して俺はひどく照れながらも、申し訳ないんだけど拭いてもらっていいかなと頼む。もちろんです。彼女が頑張ってくれたおかげで、どこまでも汚かった家は一日で見違えるようになった。あらゆる場所が清潔になっている。本当にありがとう、助かったよ。お礼も兼ねて俺は綾瀬に何かご馳走しようと思った。だが突然インターホンが鳴ったのはまさにその時だ。嫌な予感がする。予想通りドアを開けた先には母がいた。近くに来たから寄ってみたのよ。母さん、来るなら来るって言ってもらわないと。俺は母をたしなめるが、本人は奥から出てきた綾瀬を見て驚く。すぐに、あら、すごい美人さんと声を上げた。あなたにはもったいないくらいね。こんな素敵な女性と一体どこで知り合ったのかしら。あの子は大学の後輩で、あと家政婦サービスの派遣で。え？あんた何を言ってるの？俺は事実をありのままに説明したが、
母は首をかしげるのみ。そりゃそうだろうと思う。だから俺は母を家に入れ、綾瀬から事の経緯を説明してもらった。なるほど、そういうことね。事情を把握した母は苦笑していた。そうよね、こんなに綺麗なお嬢さんがあなたと付き合うわけないもの。余計なお世話だよ。そうそう、一緒に鍋を食べようと思ってね、いろいろ買ってきたの。綾瀬ちゃんも一緒にどう？綾瀬は、はい、ぜひ、とうなずく。っていうか、私に作らせてください。あら、いいの？じゃあ、お言葉に甘えちゃおうかしら。綾瀬は、母が買ってきた材料を使って、この1時間後には、美味しい鍋を用意してくれた。すごいわ。まるでお店の鍋みたいよ。ほんとだ。めちゃくちゃ美味しい。俺は普段スーパーの惣菜ばかり食べているから、久々の手料理に心から感動してしまう。しかも綾瀬は鍋だけではなく、あり合わせの材料でパンケーキも用意してくれた。パンケーキもすごく美味しい。お金を払うから、また今度作ってくれない？お父さんもきっと気に入るはずだわ。そんな、プロでもないのに、お金なんてとても。ダメよ。こんなに美味しいものを作れるんだから、お金を出さないなんて失礼よ。この後、美味しい料理をしこたま味わった母は、上機嫌で帰宅した。実家はここから2時間の場所にある。それを考えると、母はこれからも綾瀬の手料理目当てに足を運んでくるだろう。悪いな。母さん、ああいう人だから、また来ると思うよ。だけど、賑やかなお母さんでしたね。あんなに楽しいの、久しぶりでした。先輩とお母さんのやりとりも、なんだか嬉しかったです。こうして俺たちの同居生活がスタートした。初日から慌ただしかったし、正直先が思いやられたが、バイトを掛け持ちする綾瀬は完璧に家事をこなしていた。日替わりで食事を振る舞ってくれたし、時には手作り弁当まで持たせてくれた。いい彼女じゃないか。何も知らない同僚はそんな風に言ってきたものだ。綾瀬は彼女ではないが、こんなにも素晴らしい女性が近くにいてくれるのは嬉しい。母はあれからもよく訪ねてきて、その都度綾瀬の手料理を美味しそうに食べた。今日だって綾瀬が作ったチョコレートを買ってくれたそうだ。母さん、随分とすごいペースで買っていくんだな。綾瀬、あんまり無理するなよ。大丈夫です。私、お菓子作り大好きですから。それに、お母さんは私のことを気遣ってくれてると思っています。え？私の境遇とか、そういうのを知っているから、お菓子代って名目でお金を渡してくれるのかなと。そして綾瀬は、お礼を言わなきゃいけないのは私こんなに幸せでいいのかなと涙を流した。その様子を目の当たりにした俺も思わず目頭が熱くなってしまう。大丈夫だよ。だって綾瀬は今まですごく苦労したんだから。俺だって綾瀬から救われてるし、母さんも綾瀬のことが可愛いんだよ。確かに綾瀬は俺を信頼してくれている。だがそれはあくまでもビジネスで成り立った関係だ。俺は無理に関係を迫る気はない。
綾瀬はまだ若いし美しい。それこそ無限の可能性にあふれていると思う。そんな彼女がいつまでも俺たちの世話なんてする必要はない。よりふさわしい人生を送り、俺なんかよりはるかに素敵なパートナーを早く見つけるべきだ。ただそれはこの幸せな日々がいつか終わるということでもある。その点を考えると、俺の心には小さくない痛みが走った。次の週、インターホンが鳴ったので、母かと思ってドアを開けた俺は驚愕する。いたのはなんと鈴鹿さんだった。いきなり押しかけられて困惑する俺。一方鈴鹿さんは非常に不機嫌な様子だ。あなた、家政婦の女を居候させてるそうね。この私を差し置いて、よくもそんなことしてくれたわね。落ち着いてください。俺を振り切った鈴鹿さんは家の中に押し入り、綾瀬を見つけるなり暴言を浴びせ始める。あんたね、家政婦の分際で人様の家に上がり込むなんてずうずうしいにも程がある。さっさと消えなさいよ。鈴鹿さんが綾瀬のエプロンを強引に引っ張ろうとするものだから、俺は慌てて二人の間に割り込んだ。綾瀬は俺の背後で恐怖に震える。何すんのよ。鈴鹿さん、やっていいことと悪いことがありますよ。彼女は家に上がり込んだんじゃありません。俺がお金を渡してまで家にいてもらうことを望んでいるんです、と続ける。俺はそれくらい彼女が好きなんです。現実感がなかった。だがこれはずっと抱え続けていた感情が一気に溢れたのだろう。ダサいと思いますよ。だけど俺はそれでもここにいてほしいんです。これについて鈴鹿さんからどうこう言われる筋合いはありません。何よそれ。もう知らない。鈴鹿さんは怒りをまき散らしながら立ち去る。あの事務所にはもういられないだろうが、そんなことはどうでもいい。綾瀬を傷つける奴は誰であろうと絶対に許せなかったからだ。あんなこと言って悪かった。綾瀬は気にしないで、これからも家にいてくれたら嬉しい。俺は綾瀬に駆け寄りそう言う。しかし彼女は、私嬉しかったですと首を横に振った。私も先輩のことが好きだから。え？驚いた俺は綾瀬の顔を見る。私初めて会った時から先輩のことが好きでした。だからすごく嬉しい。俺たちは驚くべきことに両思いだった。衝撃は確かにあったが、俺は幸福な気持ちで綾瀬を抱きしめる。俺も嬉しい。これからはずっと一緒にいたい。最後まで綾瀬に添い遂げる。俺はその決意を固めた。鈴鹿さんとの諸々が理由で事務所にはいられなくなったから、俺は友人に相談して実家近くの事務所に転職。綾瀬が家をきれいにしておいてくれたから、引っ越しはスムーズに済ませることができた。鈴鹿さん、そして綾瀬の母親。俺たちは忌まわしい二人の人物と距離を置くことができた。これぞ一件落着というやつだ。加えて母は綾瀬のことを娘のように気遣ってくれた。一方綾瀬もこれまで得られなかった愛情を注がれて
毎日幸せそうだ。今、綾瀬は社労士の勉強をしつつ、事務所で事務手伝いをしている。気配り上手なだけでなく、優秀な彼女の評価は高い。きっといつか試験に合格するだろう。交際開始から1年後、俺たちは結婚する。ただ、綾瀬の母親のこともあるので、公の結婚式は行わなかった。代わりに身内だけでささやかなパーティーを開いた。綾瀬ちゃんがうちの子と結婚してくれるなんて本当に嬉しいわ。もういつ死んでもいいと思う。シャレにならない冗談はやめてくださいよ。ようやくお母さんって呼べるようになったんですから。実家近くに引っ越したから、母は前以上の頻度で家にやってきた。でもそれは大歓迎だし、家も母も綾瀬にお任せできるから大丈夫だ。俺は毎日幸せをかみしめている。だけど、もっとみんなを幸せにしたいとも思う。だから今日も頑張るのだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。